こんにちは。こんにちは。暑いですね。暑いですね。残暑厳しい。はい。今日この頃。はい。今日ご紹介するのがですね。はい。レガシー B4。はい。B4 セダン。はい。スバルレガシー B4 ですね。はい。グレードが RSK。はい。年式が平成13年。走行距離は8万3000キロ。はい。車検が平成26年9月まで残っております。まあ言わずと知れた、レガシーなんで、駆動方式は 4WD、オートマは、ステアリングに何て言うんでしたっけ、スポーツシフトですかね。そうですね、パドルシフト付きスポーツシフトの、オートマとなっております。その他ですね、キーレスエントリー、ダブルエアバッグ、ABS、HID、ヘッドライト、オートエアコン、それから純正エアロ、それからですね、ゴールドに輝くプロドライブの17インチアルミ、それからクスコのタワーバー、SDI マフラー、そしてステアリングコラムのところにあります SDI のブーストメーター。まあ装備いろいろ充実というそうですね、僕にはなっております、まあ、目の前には ETC もついてますし、はい、どうですか、乗った感じは。運転しやすいですね。はい、やっぱりターボなんで出足もすごいいいですし、はい、ハンドリングも滑らかで、はい、コンディション的にはどうですか。エンジン、オート、回し回りは静かですね。本当にガタガタ言うこともないですし、シフトもスムーズですね。マニュアルシフトなんかやってみちゃってください。で今4から3に落とした、はい、でこれが2、はい、で開けるのもスッと、はい、4速ですね、はい、といった感じで変速ショックもまあ、そこまでないという感じですね。シフトでもできますし、ハンドルでもっていう。ステアリングでも。はい。はい、うん、まあ、年式距離相応はあるんですが、まあ、その中では、まあまあ、コンディションいいんじゃないかなと。はい。まあ、全ユーザーも、当店のお客様ですし。はい。はい、街乗りの低速、中速対応する場面からですね、はい、まあ、高速道路などの加速が欲しいところとか、そういうところでは、まあ、ターボエンジンと、まあ、このマニュアルシフト付きのオートマでぐいぐい走っていただいてですね、まあ、本当快適ですね。快適ですね、はい、足回りも異音もしませんし、まだしっかりしてるような感じがあります。はい、暑いですね。暑いですからね。外の温度計が。はい。まあ手頃なセダンなんで、はい、ぜひですね一度ご検討いただいてですね。これ試乗できますか？はい。はい。じゃあぜひご検討いただいて、ご連絡などいただければと思います。はい。じゃあ。いいですか、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。